ウインナーでできたカバ。以前日本でルームシェアしてたアメリカ人に、私が毎朝お弁当を作ってあげてたんです。たまたまテレビでウインナーとパスタで動物を作るってのやってて、可愛かったから何個か覚えてアメリカ人のお弁当にも入れてみました。いつも仕事は私が帰ってくるのが早くて、その日も私が先に家にいてダラダラしてたら、アメ人が勢いよく帰ってきたんです。おかえり。ただいま帰りました。そんなことより聞いてほしい。どうしたの？弁当にはカバがいた。入れたのはお前だったな。文字だと言葉が汚く見えてしまうけど、そのアメ人は時代劇とか人技系が大好きで、そういう映画などで独学に勉強したため変な喋り方でした。はじめは、てめえは日本人なのに相撲も知らねえのかい？と普通に言われたくらい、本人は日本人でも相撲に詳しくないもんなんだね、ぐらいのつもり。弁当の会話も言いたいことは、ウインナーでできたカバがいてびっくりしたんだけど、作ってくれたのは君だよね。ちなみにウインナーで作ったのはワニ。私、うん、かわいいでしょ？うん、仲間も驚いていて、自分は胸を張って生きてきた。多分、鼻が高かったよ、とかそんなことを言いたかったはず。意外と簡単だったから、明日も作ってあげるよ。わお、動物園か。動物園のつもりなのだな。仲間がすごいって言うんだ。自分がやかましいだろうな。興奮しすぎて何言ってるかわからなかったけど、こんな感じに聞こえた。すごく喜んでくれて、それからしばらくウインナーでいろいろな動物を作って入れてあげてました。もうシェアはしてないけど、たまに会ってご飯を作ってあげるときは、動物ウインナーを出してあげると、あの時と同じように喜んでくれます。あの頃と違うのは、完全に時代劇調や人気調はなくなったことですかね。